まもなくオープン戦が始まろうとしています。ここ阪神甲子園球場、今日はタイガース対カープの試合を実況は三宅でお伝えしてまいります。さあ試合開始です。打球はサードへ、一塁へ、これはアウト。マウンド上井川、先制のランナーが塁に出ています。ファウルボールです。センター余裕を持って構えます。これでツーアウト、ランナーは一塁。この球には手を出しません。ツーナッシング、早くも追い詰めました。三球三振です。1回の表の攻撃が終了しまして、この回のカープ1人残塁で無得点です。さあバッターボックスには今岡、これは平凡な、よく取った。自慢の速球でどう攻めてくるか。あっと意表をついた、どうだ。この球には手を出しません。1回の裏の攻撃が終了しまして、この回のタイガース3人で攻撃を終わっています。さあバッターボックスにはファースト、余裕を持ってアウト、ランナーはありません。この回の出塁はありません。打球はショートへ、余裕を持ってアウト。2回の表の攻撃が終了しまして、この回のカープ3人で攻撃を終わっています。さあバッターボックスには浜中、この球には手を出しません。一気に勝負してくるか。ピッチャー返し、余裕を持ってアウト、ランナーはありません。この球には手を出しません。打球はセカンドへ、余裕を持ってアウト。この回の出塁はありません。外角をよく見ています。当たりは今一つ、これでスリーアウト。
2回の裏の攻撃が終了しまして、この回のタイガース3人で攻撃を終わっています。さあバッターボックスには西山、内角をよく見ています。いいコースに決まりました。変化球を中心に組み立てていますが、さあ次のボールはどうか。当たりは今一つ、自らベースを踏んでアウト。当たりは今一つ、簡単にツーラン。この回の出塁はありません。この球も見ました。見逃しました。3回の表の攻撃が終了しまして、この回のカープ3人で攻撃を終わっています。さあバッターボックスには沖原、外角をよく見ています。外角中心の配球を見せていますが、次はどう振るか。厳しいカウントになりました。あっさり歩かせたくはないでしょう。ここで逆をついてきました。両者待ったなしです。ピッチャー返し、ああ抜けた。ノーアウトからランナーが出ました。これは見ました。できるか。送りバント、さあセカンド間に合うか。間一髪セーフ。先制のランナーが三塁まで進んでいます。ストレートから入った。押していますが、次はどのような配球を見せるか。センターへ、落下点に入った。三塁ランナースタート、際どいところセーフ。今岡犠牲フライを打ち上げてタッチアップ成功です。タイガースこれで1点のリードを奪いました。1点リードに変わっています。着実に追加点を重ねていきたいところ。同点で迎えた3回の裏、タイガース先制点を挙げています。伊賀はこの試合まだ点を許してはいません。当たりは今一つ、難なく掴んでいます。ランナーはありません。
打ち上げてしまいました。これはアウト。先ほどの打席は三振に倒れています新井。4回の表の攻撃が終了しまして、この回のカープ3人で攻撃を終わっています。先ほどの打席は三振に倒れています檜山。この打席は内野ゴロに倒れています。まっすぐ、手が出なかったんでしょうか。ツーナッシング、早くも追い詰めました。ここで1球外してきました。これはスイングアウト。ど真ん中、変化球を中心に組み立てていますが、さあ次のボールはどうか。低めを丁寧に攻めていますが、次のボールはフルカウント。両者待ったなしです。追い込んだがもったいない。先ほどの打席は内野フライに倒れています。レフト余裕を持って構えます。4回の裏の攻撃が終了しまして、この回のタイガースチャンスをつかみましたが、結局無得点に終わっています。伊賀はこの試合まだ点を許してはいません。打ち上げてしまいました。これはアウト。うまく捉えた。同点のランナーが出ました。この球には手を出しません。センターへ、センター落下点に入りました。アウトを2つ取りました。先ほどの打席は内野ゴロに倒れています。ファウルボール。これは平凡な当たり。5回の表の攻撃が終了しまして、この回のカープランナーを出しましたが無得点に終わっています。まだ疲れは見えません。黒田、これは見ました。打ち上げてしまいました。これはアウト。ランナーはありません。これは見ました。
ナッシング。早くも追い詰めました。打球はセカンド、ああ抜けた、シングルヒット。さあ低めに変化球を集めてゲッツーを狙っていきたいところ。確実に送ってくるか、一二塁間抜けるか、タイガース追加点のチャンスです。変化球から入った、変化球を続けてきた、早くも追い詰めました。打球はセカンド、これでツーアウト。ここはなんとか踏ん張ってスリーアウトにしたい。変化球から入った、ライトはどうか、どうか、よく追いつきました。5回の裏の攻撃が終了しまして、この回のタイガース大きなチャンスを得ましたが、スコアボードには0の文字が入っています。伊賀はこの試合まだ点を許してはいません。内角をよく見て